私首里石鹸やめるの。は？で沖縄を離れようと思って。ちょっと、え？お母さんの仕事手伝う。どうしよう、私花ちゃんがいなくなったら。大の大人が何言ってんの。だってなんかいろいろ話せるの花ちゃん以外にいないし。さとこさん、そんな寂しいこと言わないで。ただいま。あ、おかえり。何？ああ、うん、はなちゃん。はなちゃんが沖縄を離れることを知って、あかりは、私も外国に行ってみたいだなんて楽しそうに話していた。これかわいい。確かにネットがあれば、遠くに離れていてもつながることはできる。だけど、私はやっぱりそばにいてほしい。やっぱ今の若い子はあれなのかな、どこにいてもあんまり関係ないっていうか。そうかもね。もっと落ち込むかと思ってたのに。私あかりちゃんに花ちゃん行かないでなんて泣かれちゃったらちょっと考え直すかも。じゃあ私が泣いたら。やめてよ、一生会えなくなるわけじゃないんだから。うん。はなちゃん。ん？ありがとう。だから私そういうの苦手なんだってば。ずっと一緒だと思ってたのに。これからも花ちゃんといろんな話ができると思ってたのに。泣き声を上げないように我慢するのがこんなに大変なことだなんて知らなかった。いよいよだね、新店舗オープン。マリは確実にスタッフ入るでしょ。店舗開発に携わりたいってずっと言ってたもんね。うん、実はもういろいろと考えてるってば。さすが。お疲れ様です。お疲れ様です。みんな時間もないと思うから手短に次の新店舗に関わってもらうメンバーを発表します。まず今回の統括は私。至らないところもたくさんあると思うけどよろしくお願いします。お願いします。そして私のアシスタントに安村くん。はい、よろしくお願いします。ビジネスサポートチームからは松村さんお願いします。そして最後に店舗開発。店舗開発は山の葉さん。え、お願いします。あ、はい。以上です。来週の会議は15時から。それまでおのおのタスクを整理しておいてください。それじゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ウケる。見てこれ。ヒカルちゃん、早くやらなきゃ。大丈夫大丈夫。うちらのチームにはマイという天才がいるんだもん。ダメだよ、写したら宿題の意味ないじゃん。だって分かんないもんは分かんないんだもん。え、何？もう終わったの？うん。やっぱ
やっぱ天才じゃん。ねえ、まゆ、カフェラテおごるから、お願い。私、先帰るね。え？ごめん、今日用事があるから、早く帰んなくて。マジ。すぐ写すから待ってよ。私、手書きコピーの天才。早く帰んなきゃだから。じゃあ。マジだるい。ちょっとぐらい待ってくれてもいいのに。まゆちゃん。まゆちゃん待って。何？怒ってる？何が？ひかるちゃんを誘ったこと。まゆちゃん。別に怒ってないよ。嘘。嘘じゃない。じゃあタンブラーは？なんで？お家に忘れた。嘘。まゆちゃんは絶対忘れない。絶対そんなことしないもん。今日で終わりってわけじゃないよね。これからも一緒だよね。私と二人っきりは嫌だった？そんなことない。じゃあなんで誘ったの？ああ。いや、その。早く戻らないと。ひかるちゃん一人ぼっちだよ。まゆちゃん。ごめん、用事あるから。あかりごめん。今日お母さん晩ご飯作る元気ないかも。うん、大丈夫。外に食べに行こっか。ああ、じゃあどうする？そうだ、花ちゃんに電話して。作ろう。うん、あかりも手伝う。あら、つい3人分作っちゃった。はなちゃんに電話したら、タコライスだったら秒で来ると思うよ、絶対。わかる、はなちゃん食いしん坊でもね。ね。やっぱり二人で食べよっか。分け合ったらいけるでしょ。うん。っていうかお母さん3人分作るかさ、直してよ。じゃないと明かりが太る。ねえ。はあ、直せるかな。それかさ、誰か他の人呼んで。花ちゃんみたいな、太陽みたいな人。二人より三人の方が楽しいじゃん。あ、別にお母さんと二人が嫌ってわけじゃないよ。たくさんいる方が楽しいってだけ。あかり。会ってほしい人がいるの。これからは、あかりに全部話す。自分の気持ちを正直に。あの、安村さんって。あかりがどう受け取るかなんて勝手に不安にならないで、あかりのことを信じて、全部、正直に話す。仲良くなれるんじゃないかなって。だからね、だから、あかりにも安村さんに会ってほしい。
あかり、もちろんあかりの気持ちが最優先だから、あかりに嫌な思いは絶対させたくない。ごめん、やっぱり嫌だったよね。お母さん自分の気持ちばっかり優先して、それで。違う。え？違うの。そうじゃなくて。何？どういうこと？嬉しすぎて恥ずかしい。お母さんが嬉しそうにしてるのが嬉しすぎて。会ってくれる？うん。お母さん。ん？あかりの話もしていい？何？もしかして。違う違う。あかりの話は楽しくない話かも。友達のことでちょっと相談に乗ってほしいっていうか。聞く聞く、何でも聞くから。あ、そうだ、食べながら話そうか。それは親子というよりもむしろ友人に近いような、うまくいかない人間関係に立ち向かう同士のような。あかりはもう私が思うよりもずっと大人で、一人の女性として立派にもがいていた。お母さんと話をしてどんどん気持ちが楽になっていく。これから先辛いことや苦しいことに出会ったら真っ先にお母さんに話そう。私が課長に？複数の店舗をマネジメントしてほしいの。もちろん店舗開発のアイデアもどんどん実行して、一店舗だけじゃなくて首里石鹸全体を大きくしていくプロジェクトに携わってほしい。私が新店舗のメンバーから外れたのは？あなたの力ならもっと大きな舞台で輝ける。私てっきり。マリさん、あのね、仕事中にこんなことを話すのは間違ってると思う。思うんだけど、正直に話すね。私も安村くんのことが好き。これから先、今よりももっともっと好きになると思う。全力で頑張ります。仕事を任せてくれて感謝してます。これからもいろいろと教えてください。さとこさん、安村さんと付き合ってるんですか？あ、いや、まだ正式には正式にはってなんだ。じゃあまだチャンスはあるってことですよね？え？私安村さんのこと諦めてませんから。仕事も恋愛も里子さんに負けたくありません。勝てる気がしない。先生に追いかけられる夢道。
ひかるちゃん、宿題しなきゃ。まゆ、もうできた？うーわ、できてんじゃん。さすが。今週はマッチで写して。お願い。ひかるちゃん。ねえってば、無視しないでよ。はぁ、もう、マジケチ。そんなんだから友達少ないんだよ。もっとさぁ、宿題くらい軽いノリで。ひかるちゃん、まゆちゃんに謝って。そんな言葉聞くためにひかるちゃん誘ったわけじゃない。え？何？マジギレ？ひかるちゃん明るいんだもん。え？まゆちゃんといると私安心するの。ひかるちゃんといると楽しいし、まゆちゃんといても楽しいの。だから3人ならもっと楽しくなると思ったの。私、ひかるちゃんとまゆちゃんが仲良くなったら嬉しいし。だから誘ったの。それなのに。まゆ。何？宿題の解き方教えて。それなら全然 OK。あ、これはね、ここの公式にこの数字を、ほら。ああ、なるほどね。これなら光にもできそうだな。映さなくても大丈夫だ。あかりにも教えて。だよね。うん、まゆ、教えてあげて。あかり、光よりできない子だもんね。まゆちゃん、順番が違うよ。まずはあかりから。あ、だよね。ごめん。ちょっともう、いっぺんに教えてよ。何ページに？95かな？95そしたら安村くんに会いたい。本当ですか？しゃあ。ちょ私たちはたくさんの人と出会って、そしていつか離れていく。簡単には触れ合うことができないくらい遠くに行ってしまうかもしれない。会いたい時に会えなくて、声が聞きたくてもすれ違ったり、一人ぼっちで戦わないといけないこともきっとたくさん出てくると思う。それでも、大丈夫。二人なら大丈夫。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。いってらっしゃい。何気ない言葉が愛おしい。いつかはこの言葉さえも言えなくなる日が来るのだろう。
母さん、大丈夫だよ。私たちは離れていてもつながっているから。